こんにちは。今回は、割り算ですね。これで一応規則計算の最終段階ですね。割り算、14ページになります。で、対象者がね、一応中学生以上であろうという考え方なので、ここでね、九九の練習をするのもなんなんで、割り算っていう形を使ってね、九九の確認をしようとしていました。だからこれは皆さん、そうだね、タイムトライアルは好きじゃないけども、ある程度ね、これにやっぱり10分も20分もかかるようだったら、やっぱ反省してください。そうだな、60分でしょ、2分、2分ちょっと、3分以内にできればいいかなですね。だってこれ1秒でも書いてる時間から60秒でしょ。だから2分ぐらいを目安にね、やってみてください。でダメだったら、これこそあれですね、コピーした方がいいのかな。今複合機あるでしょ、ご自宅ない人もあると思うんですけど、ちょっとコピーしてね、で何度もできるまで、2分前後、2分30秒ぐらいを目安にね、できるようになるまで貼り付けてやってみてください。よろしいでしょうか。ですね、あとちょっとずっと言わせてたんですけど、ごめんなさい、右の上にこれ、ほら、月日書いたでしょ、これ書いててくださいね。必ず皆さんが、私が最初にお話ししたように、これに常に紙を貼ってってね、やって、そういう勉強をしていただくと、このノートはすごい分厚くなります。捨てられなくなるんですね、本当に。そうすると見た時にこの日付を見ると、一気にいろんなものがね、思い出してくるので、必ずこれね、ちゃんと俺細かくやってるんですよ。午後の何時何分とかね、よろしいですか。だからこれ言うと、大人の人なんかすごくお仕事忙しいですよね。その中でこう時間を割いてやってると書いておくと、例えば夜中のね、0時2分だとかやった時に、あ、俺頑張ったなって、その厚みがね、こうあと自分の自信にもなるので、僕はここまで基礎学力あるから、じゃあ次からできるとかね、いろんなその思いをね、このノートにいろいろとこう詰め込みたいっていう、こちら考えでこういうのを入れてるので、こんなのはまずどこの本にもないですからね、こんなのですから。だからそういう意味でここもね、必ず入れとくと、すごく自分の将来の記念にもなるし、日記にもなるしね、ぜひここをつけておいてくださいね。すいません、そのこれ言うの忘れてたんで。さあ、では割り算いきます。でね、ここ割り算は本当に難しいです。で、最初ね、これ割り切れる場合からなんですね。で、ただ割り切れないのが普通だっていう方向で、のが当たり前なんでしょうけど、やっぱり割り切れる数で割り算やってた方が、やる方はね、理解しやすいので、やっぱりあまりのない割り算から、練習していこうと思います。で、これもね、これこそイメージが湧かないと、いわゆるこの42、15ページですけどね、15ページの枠内、42は3ですけども、これ42というものがどのようの裏にどのような数量というものがイメージできているかですね。それができてないと割り算難しいんですね。で、この割り算に関しても、タイル、全然一番最初か、足し算の時にタイルを使ってやりましたけども、それと同様な形でタイルを使って割り算説明してみたいと思います。で、これがイメージできてれば、何桁になろうと、また、この先ある小数の割り算も同じ発想でできますので、まず量です。この42という数の後ろに隠れている量をどれだけ頭の中でイメージできるかっていうところが勝負になりますので、そこを今回こだわって話をしたいと思います。42÷3 ですね。で、まず普通にねやると、こういうふうに説明されるんですね。3ですよね。4の中に3何個入ってるかとか言って、1個だからこう1を立てると。で、3×1が3で1、でもほらここですよね、
ここがいわゆる引いた数がこの、あ、そのままですよ。これあの昔高校生教えてくれて、それほどあの能力は案外高い子だったんですけど、これ割る数割られる数の意味が実は全然分かんなくて、高校になるまで聞くに聞けなくてすごい恥ずかしかったっていうのがいたんですね、高校2年生で。でそれを聞いてからなんかすごい顔がねすっきりして、あの42÷3、こっちがこれが割る数です。割る数ですね。で前側がこれ割られる数ですからね、ごめんなさい、割られる数、ちょっと先に言っておきますね。あの説明の中でこういうこれ言葉をもし自然に使っちゃった時混乱すると困りますので、こっち割られる数です、こっち割る数ですね、よろしいでしょうかね。でこういう感じで、でここですね、で、はい、もう、3、4から3比で1だから、割る数よりも数が小さいのでもこれ以上ね割れないので2を下ろすんだと。で今度は12の中に3がいくつ入っているって4が、ここ立つっていうんですからね、立てる、3、4、12で0になると。でこの時にこの後ろに隠れている数量の意味が分かってないと何が何だか分かんない、突然2が降りてきて12になるとか言うとね分かんなくなっちゃうので、これをちょっとあの量的な部分で説明をして入れておきたいと思うんですね。で、どういう形に変えた方がいいかな、じゃあこうしましょう。どう、大丈夫かな、大丈夫かな、これでいいかな。こうですね、これあの10の塊が4本あるんですね。10の塊が4本あります。でこうですね、ちょっとね割合的に、ね、これが 1個2、ここ2ですね、でこれが10だからこれで42なんですね、よろしいでしょうかね。でこれを3等分するんだと。でここでねお皿を3つ考えましょう。これお皿を3つ考えで、この10の、1本10のこの4本と1の塊2個、これをこの3つのお皿に等しく分けたいんだという発想なんですね。でそこでこの42、ここでこういうふうに書いたらいいかな、こうですね。じゃあまずこっちですね、この大きい方、これを1個ずつ分けていこうと、こういうふうにね、こうやってですね、でこれをこうですね、こうなる。そうするとこの1個余っちゃいますよね。けどまあ一応1本ずつは分けられると、いわゆる10の4本のうちの1本は1本ずつは必ずお皿に等しく分けられるから、じゃあ1本は大丈夫だからここに1を立てるね、1を立てると。でただこの時にその1本ずつって発想よりも、だけど実際考えるときは4の中に3は何個入ってるのかなって考えた方が考えやすいんですね。でそこで今日せっかく割り算の話をするので、ちょっともうちょっと割り算に関してちょっと深入り、ちょっと深く入ってみようと思うんですけど、実際割り算には等分序というのと方眼序と2通りあるんだと。ちょっとここで少しせっかくなので、あの今後ね、あの多分あの割り算、小学校の時、例えば割り算の時も式を書いてても一体どういう意味でこの式が書いてるのか分からずに、ただ単純に割りさえすれば多分答えは出るだろうってやってる人いると思うんですけど、まあこれが中学校先行った時にやはり等分序方眼序を知ってる上でですね、知ってる上で割り算をするのと知らないで割り算でやるのとは全然違いますので、言葉は別に覚えなくてもいいんですけど、一応割り算には2通りの意味があるんだっていうことをしっかりとここで覚えておいてください。で、等分序、等分序ですね、序ってこれ割り算なんですね。あと方眼序ですね、でこれほとんど字のごとくで、ここでこのお皿の時、本当この2つの説明大変しやすいので、ちょっとここでやらせていただきますけども、
今この最初の説明ですね。3つのお皿に等しくこの、42個って単位をつけると楽なんですけどね。42個のまあ2巻でもいいですから後としましょう。それを3つのお皿に等しく分ける、そういうのを等分序って言うんですね。だからその時やっぱり3で割らなきゃいけない。じゃあ方眼序っていうのはどういうことかっていうと、今度はこういう形なんですね。同じ式なんですけど、同じ意味、今度は一つのお皿に2貫を3個乗せたいんだと。で、方眼序っていうんだったら、まあ袋を考えてもいいですけどね、まあけどまあいいや、お皿に1枚のお皿に2貫を3個乗せたいんだと。じゃあそのためにはお皿は何枚いりますかと。この3個乗せるために一体お皿が何枚いりますかっていうのが方眼序。いわゆる3っていう塊がこの中にいくつ入ってますかっていうのが方眼序なんですね。だから同じ式でも単純に42割る3を見たらば、単純にねただの割り算なんですけども、これ単位をつけちゃうとね、あのこの単位つけてまだちょっとね難しくなって、単位をつけてしまってこれはお皿なんですね。3枚のお皿を42個であるっていうと、まあ単位計算でね、1枚のお皿に対して何個っていうね、こういう単位の話になってしまうんで、ちょっとまた分差出てきてね混乱するかもしれないので、まあここはあんまりこだわらなくてもいいんですけども、あのこういうことなんですね。割り算には必ず2通りの意味があるんだと。でそれを今までは無意識のうちに皆さんやってたんですけども、今後は一応こういう割り算に2通り意味があるんだっていうことを踏まえた上で、話を聞くとか問題を解いていく、全然違ってきますので、よろしいでしょうかねということなんですね。で、まあこれ以上はもうちょっと深入りはしません。ただ本当にこの通り全然違うでしょ。3枚のお皿、1枚のお皿に3個ずつ乗せます。さあお皿は何枚ありますか。これ小学校の5年生6年生のものですよね。またはあの42こう 3つのお皿に分けたい、お皿の上に1個何個乗りますかっていうのがやっぱり全然違ってきますよね。そういう意味であの割り算には2通り意味があるんだということをここでしっかり覚えておいてください。よろしいですかね。でそれで今さっき言った僕があのこの4個のうち一応3本は1個ずつ乗せるからここに1を足すって言ったんですけども、頭の中で逆にねこの割り算をするときにこの発想って案外しんどいですね。だからここはあの融合としてね、じゃあこの3っていうのが4の中にいくつ入ってるかと考えても結果的には一緒になってしまうので、理屈は意味は違うんだけども結果的にはまあ同じことになるのでね。だから4の中に3がいくつ入ってるかなって考えた方が1個って言いやすいでしょ。けども3枚のお皿のうちにまずその10の4本が平等にね等しく乗せるには何本ずつって1本ずつっていう方が逆に難しくなっちゃうので、説明には等分序を使うんですけども、あのイメージとしてね。ただ実際この手で動かすときには意外と方眼序の部分もねこうで考えた方が結果は等しくなるのでね、イメージしやすいっていう意味ではよろしいでしょうかね。はい、じゃあ次行きましょう。そうするとまず1が立ちましたね。そうすると3 でこの1は何かっていうとこれなんですよ。これ1個余っちゃってるんですよ。もうこれはもうどうしようもないですよ。でじゃあどうするかっていうとね、よくここで2を下ろして12って突然1が突然12になってしまうのはどういうことかっていうと、ここでこの10の塊を10等分にしてね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 10等分にして、はい、これで12個、そういう意味でこの2が降りた瞬間にこの10の1本の棒が10等分されるから12になるんだってやればイメージしやすいでしょ。機械的に下ろして突然1が12になっちゃうっていうのは僕も小学校の時は全然理解できなかったんですけども、こうするとああ12になってもしょうがないかなと思うじゃないですか。でこの12をまた3つのお皿に分けるやつしたら当然これ4個ずつになりますよね。だから4個ずつ、だから4個分ければいいから、しかし
かし考える時に4個ずつかなと考えるよりも、実際の話は自分の中に資産がいくつ入ってるかなって考える方が意外と分かりやすいんですよね。だから説明では等分帳、しかし計算の説明では方眼帳ってちょっと混乱してるんですけど、ちゃんと等分帳と方眼帳の意味がしっかり分かっていれば、この辺は両方併用して説明してもきっともう中学生以上なので、レミさんね、分かりやすいと思いますので、でゼロ、余りがゼロということで完全に割り切れたから、一つのお皿には14個になると。だから単純に42割る3という解のね、割り算の後ろにはこういう中にはこういうね数量としたものが隠れているんだと。でこれがイメージできると、単純にこうここにね何個入ってる何個入ってるって発想もね分かってくると思うんですね。突然下ろすと1が12になるっていうのもこういう意味があるんだと。だからこれはもう4、3桁になろうが4桁になろうが、今小数点になろうがね、全く同じなんですね。もしこれ小数点、まあ今日は言いませんけども、小数点だとこのここの例えば小数第一 0.1 を基準にした 0.1 がここにあるの、 0.1 や10個の棒が2本あるって考えれば同じことになってきますので、だからこれがちゃんと分かっていれば、これが3桁4桁になろうが、もしくは小数になっても同じことになってよろしいでしょうか。ということで、さあここまで分かってもらっても分かっていただいたということで、じゃあ1問だけやります。でここでやはり今回すごくオリエンテーションでも言ってるはずなんですけども、経線よくノート型のテキストっていうのは案外市場に出回ってますけども、ここまでこだわってノートの経線やってるのはないんですね。でこれ経線があると丁寧に書けるんですね。だからちょっと問い13括弧1やってみますね。64÷4ってやって、下にさこう丁寧にねこう書いてあるでしょ。これ本当はこれ、ね、途中で書かせようかなとか皆さんに書いてもらおうかなとか思ってたんですけど、やっぱり今回練習してもらいたいので、こちらからもう書いてくださいっていうことでここまで丁寧に書いております。でここですね、で経線しっかりと守ってやっていけばきれいに書けますからね。はい、そう6ですね。イメージとして6本こう立ってます、6本立ってます、4本のお皿ですよね、この裏に隠れてるのは。そうすると1本ずつ乗せると2本残るから、まあこれ以上は1本以上置けないだろうっていうのがイメージできてれば、じゃあ4の中6の4は何個入ってるかっていう方眼帳と同じ発想になるんで、1個入ってると。で4、1、5ですよね。で2だと、この2というのは10というものが2本ここにあるんですよね。だけどもこれは4等分できないですから、この形のままじゃね。じゃあもうこの4を下ろしてきて、下ろした瞬間にこの2本あるこの10の方が10等分されるんですね。でここに4個ありますから24だ、だから24ですよ。2が突然24になるっていうのはそういう意味なんですね。と24の中に4は白く24、もうこれが区ができないと問題なんですけど、白く24、6だろうとね、で白く24とで0になる。だこういう丁寧な筆算をやってもらいたいです。よろしいでしょうか。だから答えは16になる。これをひたすら皆さん繰り返してください。よろしいですかね。ただそれだけの話です。で15ページは終わりにしましょう。次16ページ、これも同じです。3桁になってももう全く同じです。先ほどのこの棒のイメージが入っていれば何の怖いこともありません。よし、じゃあ次、じゃあもうこれはどうしよう。やっぱりじゃあこの枠内にありましょうね。512÷4ですね。はい、もう細かい説明しません。もう一気にいきますね。5ですね。5の中に先ほどしつこいようですけど、説明には等分帳等しく分けるっていうことを使って説明しましたけども、実際の時は何個入ってるかな、この塊が何個入ってるかなって考えた方が考えやすいので、それで説明していきます。この中に4は何個入ってますかっていうことですね。1個しかないですよね。だから1が立ちます、ね、で4で1でこれ下ろしていきますね。こう11になるんですね。で横の中には2個ですよね。ここなんですけど、まあ九九ですね。資産12、まあこれも九九でいいでしょう。で2個、8ですからね。でここで3ですよね。で2が降りていきます。
で、四波32ですね。で、余りが0。しっかりここまでちゃんとやりましょうね。多分ね、この辺で終わりにする人います。この辺で、あ、いいやと。この辺でね、終わりにしちゃう。ちゃんと丁寧にやるっていう練習をしましょうね。です。あ、びっくりしちゃった。だから答えは128と書くと。よろしいですか。この練習をひたすらしてください。だからそういう授業も経線に合わせてそうやればいいので、ね、ねって言われたら困りますけども、ね、いいですよね。いいよね。まあいいでしょう。はい、そういうことです。じゃあ次行きましょう。3、4桁、うん、これも同じですね。これは同じなので、じゃあ、問14で手を抜いたわけじゃないですけども、問14では問題をやらなかったので、問15の方、17ページの方は、枠内の問題ではなくて、一番、カッコ5か。カッコ5を使って、もう一気にやっちゃいましょう。カッコ5。カッコ5はやって、問15も終わらせたいですね。2440。割る8ですね。はい、これも2400、丁寧にやってくださいよ、ちゃんとね。筆算法ですね。今まで機械的にやってたのと、逆に今タイルがね、イメージとして頭に浮かびながらやるではやっぱり全然違うと思うんですよ。よろしいですかね。やっぱりね、本当にね、もう中学高校、特に高校行くとね、ほんとより抽象的になるんで、どれだけイメージできるかどうか勝負になってくるので、常にイメージを常にこう湧くようにね、こうイメージを、イメージどういうことを量的とか図形的なイメージを常に頭の中に浮かびながら問題を解くっていう習慣をつけてください。これからちょっとうるさいぐらいに今後言っていきますけども、じゃあ、これやりましょう。8、はい、これ2ですね。今大きな、もう線っていう大きなね、2本 棒でも板があるんですけども、2を8と8等分できないでしょ、分けられないですよね。だからじゃあこの2をもう崩して24にしようと、ね、もうさっきのタイムのイメージがあると、2の中に8が入ってないから24っていうよりも、タイルがあるとなんとイメージ湧くでしょ、ね、だから24個、それを8等分だから3×24と、その時はこの24の4の上に3を立てるんですからね、この上には立てられないんですよ。だってこれは8等分できなかったんですから。で、0で、ここに普通0は書きません。まあ0と書いてもいいんですけど、まあ書かない。で、したらもうないから、この4が今度降りてくるんですね。こう4が降りてくるんですね。これ、そうすると4の中にはまた4っていう4本の棒があるので、それを8つの差に分けられないでしょ。ということは、それはもう、この4本の棒を全部10等分して40の形にしちゃおうとね。で、そのためにはこの0というものを下ろす、ね、0を下ろすってなったらイメージがわからないと思うんですけど、この、10の棒を10等、これを各10等分するためにこの0を下ろさなきゃいけないんだっていう意味で、0を下ろすって発想でいてくれればなんとなくイメージがきますよね。0って案外この概念を理解するの難しいんですけども、そうすると、4等分できないか、一応これ0ですよね。しかし下ろすことによって40個になったので、あ、これは1皿に5、5、8、10なら5はいいだろうと。で、5、8、10で0になる、ね、よってこれが答えは3万5と。で、こういうふうに丁寧に書く、ここまでちゃんと0まで書かないとダメですよ。ここで終わりにしちゃダメですよ。ちゃんと丁寧に書いてここで完結するわけですから、ね、こういう丁寧に書くっていう癖をぜひつけてください。よろしいでしょうか。よし、さあ今度は2桁ですね。これも別に驚くことありません。18ページ、5670÷18 ね、これいわゆるお皿が18枚あると考えればいい話なんですからね。いいですかね。もう同じように考えていけばできます。よいしょよいしょ。で、細かく横にね、説明書いてありますけども、もう多分そこは逆にもっと煩わしくなると思いますので、私は読みませんけども、同じ発想でやっていきますね。5670、これが18だ、だからもう5の中に入ってある、いわゆる5本、すごい
100の塊が100の塊100の塊これが10個あるこの板がねこの100の塊ですよねこれが板が10これが5枚あるんですけどその5枚は18のお皿に分けられないでしょだからそういう意味で今度このお皿をこの板を細かくしていっていくのに56に分けるんだと56になったら18のお皿に分けられるなでそこでそれは等分数なんですけどもじゃあ56の中に18は何個入ってるか考えればいいことででここで考え方がまたあるんですねでですねこういうここでねで考え方は2通りあります1の位を0と考えてこの10の位に10というものから考えてこの10というものがいくつ入ってるかなと考えるんですねいわゆる18を10という数に考えてでいくつ入ってるかだから小さ実際18って大きい数なんだけども小さい数でいくつ入ってるか考えるわけだからいわゆる上から順番にチェックしていくんですいわゆる10でしょだから今56だから、まあ、5個は入ってるだろうとなりますよねそうすると5箸10で4で51が5で9で90であこれはダメなんだとじゃあ5はダメだからじゃあ次は4かなとね4かなで四派32四派32で3四1が4で7あまだちょっと多すぎるとねじゃあ次は3かなと3パ24で2ですよね3一が3で5あやっとこれで引けるとこの時点で初めてもあとこれで引き算すれば必ずこのね割り算の大事なことはこの割る数とこのここでの結果のねこの差こっちも絶対小さくならないといけないんですねこの18より割る数よりだからこの時点こう上からやっていくと初めてこう引き算ができた時のこの立ったこの値が小の一部分になるので上から降りていく と,、ミスはしなくなってくるんですねでけども18だと僕なんかは20でやっちゃった方がいいのかなと思っちゃうんですねこういう人もいますね567で18でしょこれだから20でちょっと考えた方が20で考えればせいぜいこれ2個かなと思うじゃないですか20だと3個だと60になっちゃうから2個ぐらいかな2816 21が281236と0で2かでここなんですけども中学生以上の人だったらばさっきも言いましたけどこの差ね差とこの割る数の関係でこの差の方が小さくならなきゃいけないんですねで小学生45年生だとまだこういう形でねいわゆるこれ下からいく感じなんですけども0で2でしょで次ねこれで何かやっちゃうんですよ次7とここの確認がねこう割り算の意味がしっかり分かってないとここで強引にこういうの引き足りないってまだ引くのが足りないから引き足りない状況になっちゃうので慣れていないとよいしょこの下からねやっていくと2でだからもうちょっと引けるから今度3にしてみようかなってなるわけでしょ3にしてみようかなとで3パ24で2が上がって3一が3で5あじゃあ2なのかなという感じで慣れてくればねこう下から上がっていっても平気なんですけども間違いがないのは上から降りていくっていうのが間違いがないんですねだからそういう意味でここはですね慣れなんですけども、まあ、中学生以上の方だったら僕としてはですね、ここの割る数とのこの差の関係で熱にここが割る数より小さくなるようになればいいわけですから、そこさえ意識していれば、これを10と考えて降りていこうが、20として下から上がっていこうがどちらでもいいと思うんですけど、間違いがないためには、この上から降りていく小さい数の方ですね、この一番大きいくらいの方を基準に、他のは全部0と考えてね、で、上から順番にこう探していけば、まず間違いがない。である程度慣れてきたら、まあ、併用していってもらえればいいんじゃないかという方向でやってください。よろしいでしょうか。という形で、ここはこうですね。
どんどんやっていきますね。これでいいでしょ。少々少々ごめんなさいね。で次に7が降りてきますね。もう27が18個しかないですから1が立ちます。18ですね。そうするとこれ引き算の練習でいいですよ。もうこれ9しか9になりますよね。で9の中に18は入ってませんから0が含まれるという90。そうするとこれは5ですよ。もうこれあと服の速さですよね。で5、8、90、0。よって答えは315になる。その繰り返しなので、18ページもこんな感じでやるじゃないですかね。いいんじゃないですかね。いいんです。よろしいでしょうか。さあ、次、あと残りはですね、余りの計算です。で、整数の余りは簡単です。いわゆる先ほどの、今途中経過ですけど、ここですね。この時点で、ここ。引き算した時のこの差がね、この割る数が小さくなった時点でもう余りになるのでですか。そこの割る数と、差の数の代償関係さえ意識してもらえれば問題ない。で、ですね、17割る6ですね。で、これ、いつのぐらいなんだろう、ね、いつぐらい、もうだいぶ前からでしょ。まあいいや。余りの、ね、表示の仕方が、まあ、やっていきましょう。まず、1の中入ってないから17ですね。サブ6、18だから3当たらないから2ですか。まあ、2、6、10。だからもう九九でどんどん九九の練習になりますからね。で、割り算がね、で割り算の練習で、ごめんなさい、一つ言うと、割り算ができるようになると、指数計算はほとんど完璧なんです。なぜかというと、割り算をやるためには、掛け算もやらなきゃいけないし、引き算もやらなきゃいけないしね。まあ、こうやって足し直してもう全て入ってるんで割り算ができるようになったらもう指数計算は大丈夫だと思って結構です。で2612でしょ、うん、で5でしょ。ほら これここがポイントね。割る数よりもこれこうでこうほら下ろすのないでしょ。だからこれ余りだからこれはもうどうしようもないわけ。5個を6個の差に分けられないのでね。でそこでこうなります。でここの部分を、小でここを余りですね。漢字で書いてあるんですか。余りで今は知らなかったんですけど、まあ、知らもうだいぶ前に気づいたのこれ今これあれだこれやらないんですってね。こうやって ね昔これやったら分かんないって言われて、これなんか余りって言葉でひらがなで書かなきゃいけないんですよね。だから40代以上の人は点点点でしょうけども、今は余りなので、あまりっていう言葉で書くらしいので、その辺はしっかりと点点点の方がいいと思うんですけどね。点点点はダメなんですね。ということでですね、もう普通にもうただもうあとこれひたすらでこの差の部分とこの割る数の関係を調べて見ていただければ問題ないんで、これもどうしようかな。やった方がいいのかな。やっぱり1問だけやって終わりにしましょうかね。よいしょ。最後だから一つだけやりましょうか。じゃあ。カッコ4でやっていきましょうか。カッコ4。742÷31 ですね。742÷31。はい。7の中に入ってません。ごめんなさいね。方眼鏡の方で説明しちゃってますけど、7の中に入ってないから74にします。74の中に31、まあ、30と考えたら2個は入ってますよね。3個だと90になっちゃいますからね。だから2個でしょうと。で62だと。12だと。で下ろして122で考えようと。そうすると30で考えると3412、120でしょ。一応まあ4って書いておいて41がして130でちょっと多いよね。だからじゃあこれは3かなと。だからやっぱり上から降りていった方がいいのかもしれないですよね。だから1ぐらいだからな。まあ、うん、すみません。じゃあ3。と、3、1が3ですよね。で、サザンが9。ここは、9。で、ここ1になってますよね。引き算の練習ですよ。そうすると、ここが、だから、2と。と、31と20でしょ。だからそうすると答えは、23。余り29というふうになっていくことがよろしいでしょうかね。
そうすると、あと割り算って総合問題として20ページにね、あの次の計算をしてみましょうって書いてあります。で問18の方はこれは割り切れるんですね。問19は小と余りを求めても、小っていうのは先ほど言いましたように、これが小です、これが小です、これが余りですね、これが小ですね、これが小、これが余りになるんですね、ということをやってくださいということなので、よろしいでしょうかね。だからこれで一応あの、割り算やったことによって指数計算の基本は全て終わりましたので、あとは練習だけです。で練習はたくさんあの下手な問題集をやるんじゃなくて、この問題にひたすら紙を貼って厚くしていってください。いいですかね。それでぜひ練習してください。お疲れ様でした。じゃあ今日は終わりにしましょう。